日本東京都豊島区南大塚南大塚は東京都豊島区の町名。現行行政地名は南大塚1丁目から南大塚3丁目。郵便番号は170-0005。豊島区東南部に位置する。北側は北大塚、菅野文京区仙国、南側は文京区大塚、西側は東池袋と接していて、 JR 山手線大塚駅南口を中心とした商業地及び住宅地として利用される。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば南大塚市の4の21の地点で57万8000円平方メートルとなっている。旧北豊島郡菅も村。南大塚市から3丁目は 都市幕成立時から1969年4月1日の住居表示実施まで、菅も5から7丁目、西菅も2丁目のいずれかに属していた。よって、南大塚3丁目にある区立中学校の名称が、西菅も中学校であることも、旧地名が西菅もであったことが由来。ちなみに戦後、先般容疑者を多く収容した通称、菅もプリズンも、西菅もが、 旧地名だったからで、現、北大塚一丁目に位置する、菅も警察署も同様の理由による。南大塚は、これと対応なす、北大塚の地名と同時に、山手線の駅名、大塚が、元で成立し、その駅名は、隣接する文京区の、大塚から名付けられた。よって、住民の馴染んだ駅名が、元と捉えるのが正しい。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している通学区域の学校も選択することが可能。ありがとうございます。